さん、アラジェさん、タカメです。今回は阿波踊りを世界最高のリゾート地とも言っていいでしょう、はい、カンクンのテレビで踊ってきました。よし、超綺麗な海。カンクンって知ってますかって話、はい、知らない人もいると思います。そんな人はこの動画が終わったら絶対にググってください。よっしゃ映像があるんでぜひご覧ください。アヤさん、アヤさん、2日目の朝ですね、はい、テレビ局でまずは出演します。誰もが憧れるカン君にいるんだ今。信じらんないね。いや信じらんないまだ海見てないこれだ、これ見える、あーはい、ちょっとじゃあ音のサウンドを上げてくださいので、ちょっとについていただいて。汗とともに緊張も溶けました、なくなりましたね。はい、もうかますだけです。かました。Bueno, el grupo japonés Takarabune será el invitado de lujo de los festejos de Playa del Carmen y de Cozumel. Japón está presente en los carnavales mexicanos con la participación del grupo Takarabune con la danza tradicional Awa Odori, que tiene más de 450 años de historia y que se caracteriza por su origen popular y festivo. El viernes será su último día en esa ciudad. El sábado y el domingo esta agrupación estará en Cozumel y por último, el lunes 24 y martes 25 de este mes estarán en el carnaval de Vergés. Esta tradicional danza vuelve a presentarse en México. Por eso invitamos a la gente que vaya al carnaval y disfrute de nuestra presentación. Para cerrar su gira por México, Takarabune tendrá una participación oficial en los festejos del Día de la Fundación de Japón en México en la residencia del embajador el próximo miércoles 26 de febrero. スタジオがマジで本格的だった。実は中米ツアーの一環としてテレビに出たんだけど、はい、カン君の海を結局最後まで見れなかったんですよ。俺たちテレビに出てでカン君からいろいろ次のね街にとかって行くんだけど、はいはい、カン君でさビーチ沿いに全部超絶高級なホテルがあるわけよ。そうそう、プライベートビーチがあって、ね、ホテルがあってその後ろに茂みがあって、はい、なんで茂みがあるかっていうとさホテルの景観としてビーチホテルその後ろでぎっしりと茂みがある、はい、茂みの後ろに国道とか道が走ってる、はい、移動するとき林しか見えない。Google マップで言ってもさ海がそこまで、そこもうすぐそこまで来てるんだけど茂みだからいつ海が見えるようになるのか。このテレビめちゃめちゃ良かったんだけど、はいはい、次回は、うん、カン君マジで行きたい、満喫したいと。家でテレビ見てたらカン君流れてる、流れまくり、海にセレブが綺麗な水着でいっぱいいたよ。宝くじメンバーであるハッシーの奥さんがね、へえカン君って行ってみたいなって言ったんだって。そしたらなんて言ったの。お俺はここ行った行った。どうやったの。どうやったの。海も見てないのに。テレビで報道されてた綺麗な映像や綺麗な海は1ミリも見てない。見てない。俺たちと一緒に共演したのがサーカスの人。サーカスすごかったよ。すごい綺麗なね女性の方が壁側に立ってるわけ、うん、的みたいなのがあって的に向かってアーチェリーをバンって放って見事にこの的に向かって射抜きますみたいな。で番組の構成としてはこのすごいさアクロバティックなサーカスの方々と宝船が交互にやってくる。全然すごさのレベルが違うから。宝船はカン君からの依頼があった。これがねどんなやつかっていうとね、カン君のマジで VVVIP みたいな VVV もう最強 VIP もう最強の人たちが集まるね、うん、大富豪が集まる戦場パーティーを踊ってくださいっていう依頼が来たの。やばいね。ビル・ゲイツとかがいるやつ。ジャンパー持ってガウン着てこうやるやつ。その戦場パーティーって何がすごいって、はい、俺メール受け取った時にゾクッとしたんだけど、いいねでいいですよ。でも俺たちが、うん、
蹴ったの。そう、何を蹴ったのかっていう、なんで蹴ったのかというと、それがね、来週って言ったの。その週末にね、宝船のファンの人とかお世話になってる人を集めて、はい、自分たちの考えている活動みたいなこと、はい、これからこういう方針で活動してきますみたいな、はい、活動報告会みたいなことがあったの、はい、でもう30人埋まってたの、招待で、招待でね、来てくれる人が宝船にものすごく長い間お世話になっていて、ここに来てくれた人たちがこれからも応援するよっていう人たちだと思ったから、はい、カン君がいくら多かったとしても、お金の問題じゃない、うん、ご縁なんだよ。そう、スーツで、はい、そうで、うちらがスーツ着たんだよ。泣く泣く蹴ったねと。蹴ったね。でもいい一日だったじゃないかと、はい、そこに来ていたすごいビジネスマンの女性の方がいて、実はこれこれこうでね、はい、本当はこの日カン君に行くはずだったんですけど、皆さんのためにこっちやりましたって言ったの、うん、バカじゃないの、何してんの成長のために私たちを応援するって言ってんのに、 VIP が集まるカン君の戦場パーティーっていろんな人が集まるじゃん。そういう人たちって会おうと思っても一生会えないわけ。30人も前で話をするよりも大事なことってあるわけ。こっちの方が未来が明るいと思ったら飛び込まなきゃダメよって言われて、てん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 、一応皆さんのご縁もあります。ご縁なんて後でいいの。ダウンとつかめ。